田信長は小谷の地で浅井朝倉を滅ぼした。さらに長篠で武田を破り天下に武を敷いた。しかしその盛急なまでの天下取りに旧勢力の抵抗は続いた。信長は見せしめとして旧勢力に味方する鉄砲傭兵集団西下衆を里元滅ぼすよう命ずる。信長の姿勢に疑念が消えぬ光秀だったが、太平の世をなすためにと悲壮な覚悟で出陣するのだった。戦の日を導くため私はここに修羅となろう。第3話最下勢ならばこのせい、あのお方のために。門を閉ざし立てこもる西下衆を火攻めとする。幕軍砦を包囲し逃げ道を塞げ。私が導くため敵将を討ち取りました。もう戻るは発展のうちにせよ。ここに兵が潜んでいるのではありません。してまいる。命ばかりを渡せよ。しません。信長様に抗うは天に抗うも同じ。そうです。許すわけには。ある一族敵将を作りました。切ってみせる。門を押さえよ。奴らの逃げ場をすべからく絶やせ。あいつは本気で俺らを皆殺しに。こんな思いすんならいっそ。いざ尋常に勝負。してまいる。俺らは虫けらだな。だからその虫けらにはいじってもある。信長様、この戦わしにはきっと国家さ。悪い戦は秀吉の流儀にはなしですよ。孫一さすぎはないが、私は聞くよ。
事件はこの戦の棒から逃げを打ちましょう。どうでしょう、彼の棒をも背負いましょう。門は固く閉ざされております。その門を封鎖し、最高衆を取り戻せ。これより中央の砦を焼き払う。兵部隊は移動を開始せよ。他の者は援護を怠るな。ダンス、切ってみせよ。のちにせよ。
討ち取りました。見事な津波、感服します。許せねえ。来る、本陣の守りを崩す。歓迎しよう、最下孫一。俺はお前たちを許さない。許しは望まない。だがこれも信長様だ。言い手は殿下のため。戦は終わった。怒り、憎しみ、悲しみ、全ては消え去った。戦は消えた。負ける要素はありませんでした。これが戦の基地。ここに戦はない。私が殺してしまった。私は何を望んでいたのか。